ゴー浜田山虎の子不動産です。私の声が期待と違ってたらごめんね。今日は円相場の動きよ、2013年85円近くだった円高局面が2015年ビヨーンと120円の円安に一変になりましたと。最近はですね、米中の貿易摩擦に対する警戒感が高まり、円買い優勢で、まあ、104円くらいですね。2019年の円相場は1月に瞬間的に104円をつけたのを除くと、だいたい110円前後で推移しております。今後はですね、まあ、FRB、アメリカ連邦準備局の動き次第で円相場大きく動きますので、注目しましょう。じゃあ、おやすみなさい。